こんにちは。今日はビアードパパのシュークリームをたくさん食べたいと思います。それではいただきます。じゃん、今回は8個買ってきました。もうビアードパパ久しぶりすぎて興奮しちゃった。まずは漆黒の抹茶シューを食べます。香り高い宇治抹茶クリームを少しビターな黒いシュー生地に合わせ、味わいをさらに本格的に引き立てました。だそうです。中ね、どんな感じかというと、うわー美味しそう。はい、こんな感じでね、クリームもたっぷり詰まってます。うわ、おいしすぎる。これはやばいぞ。まずね、抹茶パウダーがほろ苦くって、生地はね若干塩気を感じ、表面はサクサクで、底の部分はねカリサク食感、ほんのりビターな味わいと香ばしさが相まって、抹茶クリームとの相性抜群です。いや、本当に美味しい。これは事件かもしれない。この抹茶クリームがね、ふわとろっと口どけ軽やかで、抹茶の深みとミルキーさがめちゃくちゃバランスよく融合されてる。うまっ。ビアードパパってさ、生地を変えられるんだけど、この抹茶に関しては、このね、漆黒の生地がいい気がする。このね、抹茶クリーム隠し味として、ホワイトチョコレートが入ってるんだって。だからね、しっかりね、ミルキーな風味を楽しめるんだけど、抹茶の渋み、苦み、ブワーって感じて、これは最高傑作だ。ビアードパパってさ、このあふれんばかりのクリームの量も魅力的だよね。次はメロン酒を食べます。芳醇な香りと甘さが特徴の赤肉メロンを使用、ジューシーなメロンの味わいが楽しめます。本品に使用するメロンの成分のうち、国産メロンを 97% 使用してます。これまたとっても贅沢なシュークリームなわけですね。おお。はい、こちらもたっぷりのね、クリームが入ってます。これはワオだよ。え、もうね、こうやって食べるこの瞬間のここがもうメロンの芳醇ないい香りで、想像してたもうはるか倍の倍くらいメロンの味が濃いですね。やっぱもうあのね、抹茶とメロンって6月いっぱいまでなんですけど、抹茶好きさんとメロン好きさんはもう早く買いに行った方がいい。こんな美味しいなんて。まずね、シュー生地は香ばしくってサクサクしてます。そしてクリームがトロトロで柔らかく、メロンの強烈な風味と甘さがブワーって口の中駆け巡ります。でね、このクリームの中にメロンの果肉も入ってて、シャキシャキとした食感がいいアクセントになってます。なんだこの贅沢な味わいは。そりゃさ、カスタードで伸ばしてあるんだけど、ミルクとか卵ってよりもメロンを味わう楽しむシュークリームだね。やばすぎる。あと30個食べれる。
いや、どんぐらいメロンかっていうとね、最近で言うとさ、スタバのさ、メロンフラペチーノあったじゃん。もうそれよりメロンかもしんない。美味しすぎる。本当に美味しいよ。次は恐竜のガリガリ卵塩を食べます。ザクガリッとハードな食感のシュー生地の中にビアードパパ自慢のカスタードクリームを詰めました。まるで恐竜の卵みたいなシュークリームです。これもさ、本当に美味しいよね。で、中はたっぷりのカスタード。うんまー。いや、最初にも言ったんだけど、私ビアードパパ食べるのね、久しぶりなの。だからさ、ビアードパパのこのノーマルなカスタードを久しぶりに味わうんですけど、こんなに美味しかったか。そしてガリガリの食感も最高です。いや、そしてこの恐竜の生地最高ですね。本当にザクザクガリガリとした食感で、めっちゃ香ばしくってアーモンドとバターの風味香りがいいの。でね、甘いんだけどほんのり塩気も感じるかな。そしてこのカスタードクリームもうめっちゃやわとろでね、優しいの。もうなんか卵臭いとかそういうの全然なくって、ミルキーで癖がなくて最高です。うまっ。でね、せっかくなのでもう一個は抹茶クリームに変えてもらいました。やっぱりこの抹茶クリームすごいや。抹茶パウダーでね、苦味が余計感じてたのかなって思ったんだけど、この抹茶クリーム自体しっかり深い苦味を感じるんだ。いや、うますぎて泣けてきちゃう。いや、漆黒のさ、シュー生地がさ、絶対合うと思い込んでたんだけど、この恐竜の生地も最高に美味しいからね。だってこれ生地だけで美味しいから。絶対クリームこぼれそう。最後、定番中の定番、クッキー塩を食べます。ビアードパパ自慢のサクサクパイシュー生地にカリッとした食感の甘いクッキー生地をトッピング。あ、もうこちらもたっぷりカスタードクリームが入ってます。うん、まっ。クッキークランチがカリカリサクサクで美味しい。そしてカスタードクリームがほんとね、飲めちゃうんだよ。ちょっと飲んでいいか。このカスタードクリームさ、まろやかで甘すぎないのもいいよね。
パイシューに比べてさ、このクッキーが乗ってるからパイのサクサク感はそこまで感じないかなと思ったの。このクッキーのカリサク食感のが強く感じてね。だけどそこがね、とっても香ばしくさっくりしてるからしっかり両方楽しめるね。みんなさ、ビアードパパさ、どう食べてる？私絶対クリームさ、落としちゃうんだけど、うまい食べ方あったら教えてほしい。もったいないじゃん。ストローですするとか、そういうこと？ごちそうさまでした。いや、今回はね、まあ、新商品と呼ぶにはかなり時間が過ぎてしまって、動画でね、食べるかどうか迷ったんですけど、私がどうしても食べたくて、中旬とね、中途半端な時に食べてしまったんですけど、いや、もうよかった。食べてよかったよ。で、本当にあとのね、2週間くらいで終わってしまう商品なので、メロンと抹茶はマジで食べてほしい。もうびっくりするよ。こんだけね、期待値上げてるから、いざ食べた時にね、うんってなっちゃうか、不安だなって思ってるそこのあなた、大丈夫。絶対裏切らないと思う。うわってなるよ。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。スガキはココクブラックラーメンを食べます。ココクブラック、富山ブラックとはまた全然違うものなんだろうけど、スープがね、黒いですね。おいしい。あーん、大好きなやつ。しっかりね、醤油の気で感じるんだけど、たまり醤油だから甘みもあるし、コクもあるし、背脂たっぷりでその甘みもプラスされてるしね。これめっちゃおいしい。富山ブラックって醤油でしょっぱくって、ブラックペッパーガツンと効いてって感じだけど、ココクブラックはね、醤油の気ではあるけれど、甘みもあって、チキンやポークの旨みも感じるし、もちろんね、しっかりしょっぱさはあるんだけど、私は富山ブラックよりココクブラックの方が好きだな。でね、麺はね、平打ちの中太ちぎり麺ですね。もっちりしていてコシがあります。このね、しっかりとしたね、醤油感に負けない麺になってていいね。いや、しょっぱんま。